本当に昨日は応援ありがとうございました。勝ててよかったっす。本当に昨日会場に応援に来ていただいた方はもちろん、この YouTube を見てくれてる方や、僕を応援してくれてる全ての方に、本当に感謝の気持ちを伝えたいです。ありがとうございます。 そして何より普段サポートしてくれてる妻の花ちゃん、子供たちのたっちゃん、まー、あ、ちゃん、本当にいつもありがとう。あともう一つは対戦してくれてた、えー、対戦してくれたわけ選手、本当に昨日は対戦していただきありがとうございました。皆さん本当にありがとうございます。 俺が普通の動画で終わらすわけないじゃん俺が普通のお礼動画で終わらすわけないじゃん昨日勝ってそのままテンションマックスなのにこんな動画で終わらすわけないじゃんそして何より俺にいっつも DM 送ってきて誹謗中傷ばっかり送ってくるクズ野郎の皆さん息してますかおーい息してますか じゃあ乾杯させていただきまーす勝利のビッシュうん、めぇうますぎるよーおいいっつもいっつも俺に DM おなんだおいあの また、もっとあの、誹謗中傷送ってくる野郎ども、何度昨日は全くそれがなかったぞ。おい、お前ら生きてんのか大丈夫か逆に心配になっちまうよ、ばーーはい、ってことで、えー、めちゃくちゃ気持ちよかったっす、昨日。あのー、マジで記者にも言った通り、ほんっとに続けててよかった。 本当に、うーん、ごめん。あの、言葉ではちょっと言い表せないぐらい気持ちよかった。やっぱり、あのー、ゲバ票でやっぱ負けるって言われてたのもあったし、うーん、相手に舐められてるっていうのも分かってたし、だから中川アンパイだって僕前の動画で喋ったけど、中川はアンパイ、ね、ノーランカーの、ええー、まだ、 新人を終わって、ちょっとしか立てない、前回の二兵選手に、えー、フルマークで負けてしまうような、えー、33歳のノーランカー中川向ちゃんには、安敗だと踏んで、えー、分け選手は対戦を挑んできた。ね。これがどういうことか分かりますそしてそれをひっくり返したときに、すごい脳内物質が出た。いやー、なんて言うんだろうな。 うん合法的に飛んだよね。合法的に飛んだ昨日は。うん。だからもう終わった瞬間に、もうあのー、まあ、ダメージはそんなないって自覚してたんで、なんかあんまもらってない気でいたんですよね。あんまパンチはもらってないからいいかなと思って、あのー、居酒屋すぐ、あの、祝勝会開いてもらって、で、もう酒をかっくらいまくって、 で、今日朝起きたらすげえ、なんか、頭痛くて、もう喉も声出ないみたいな状況だったっすけど、なんかあんまりパンチもらってないから酒飲んでいいやと思って興奮してたのもあって結構飲んだっすけど昨日は。あの、ごめんなさい、あのー、何動画サイトで僕の試合もう一回見直したら結構パンチもらってたのあれ。1ラウンド、2ラウンド、3ラウンドの途中まで。 結構ケ選手のパンチもらってんだよね。左ストレート。左ストレートをバッコバコもらってんだよね。いやー、あれ見た時にね、完全に後悔したね。完全に後悔したけど、やっぱりこの、帰ってきて、えー、おはようで飲む勝利のビッシュ。これもたまんないから。いやー、でもね、あのー、 いろいろ散々、訳け選のことは煽ったし、まあ、正直、その、うーん、自分が舐められてるっていうのをもう分かってたから、うーん、なんか平常心を保ってないというか、気合が入ってたね、でも。本当に。入場から気合が入ってた。デビューして多分昨日が一番気合入ったんじゃないですかね。っていうぐらい本当に気合が入ってて、 あのもう、なんていうんですかね、入場して、リング立つじゃないですか。リング立って、こう、普通なんかボクサーってリング立ったら、こう、いっぱいこう、リング動いたりするじゃないですか。屈伸したり、こんなしたり、シャドウしたりとか。そういうことをする気も起きないぐらい、もう、武士になってたっすね。完全に。もう、 こう、統一、精神統一されてて、あもう、もうぶっ倒す、ぶっ倒す、ぶっ倒す、ぶっ倒すって、ずっと頭の中で唱えてたんですよ。ずっと唱えて、で、相手と向かい合った時も、もぶっ倒す、ぶっ倒すって、相手のことをずっとこう見てたんですよ。まあ、やっぱ、あの一、ー、1、2、僕も正直でも取られたとは思ってました。うん、1、2は取られたと思うんですただ全然焦りはなかったですね。 うーんなんで焦りながないかっていうと、まあ、じゃあここから試合振り返りますね。なんで焦りなかったかっていうと、うーんとね、サウスポーって、あの、えー、右回りになると結構有利に試合が動くんですよね。左回りになると逆に、サウスポーが左回りになると、えー 右のオーソロックスにとっては有利に働くっていうのを分かってて、で、えー、その僕はサウスポーに対して、えー、ずっと、分け選手をこう、左に左、左に左に、ビールのゲップが、左に左に動かすように進めてたんで、まあ、作戦通りだな。左のパンチはもらうにせよ、作戦通りだなっていうふうに思っていて、で、その、 始まった時に、やっぱり、なんか、思ってたより、あの、脇選手のスピードがあったんですよ。スピードがあって、あ、やっぱこんなに速いんだと。いや、速いのは知ってたよ。速いのは知ってたけど、あ、なるほどねと、とこんなに速いんだと。あの、申し訳ないけど、一力ジムの選手ではそんな速い選手いないから、あの、サウスポでね。俺が一力ジムで、 <laughs> この上で後輩に申し訳ないけど、まあ、現状、あの、かなり、えっ、ー、と、スパーリングパートナー、ね、一力ジムのサウスポーの子たちにスパーリングやってもらって、めちゃくちゃ、えっ、ー、と、ありがたかったし、今回勝てたのもそいつらのおかげだと思ってるし、めちゃめちゃ感謝してんだけど、やっぱり、あのー、世界ランカーの分け信号ほど、スピードは速くないから。今、いる一力ジムのサウスポーの子たちはね。うん。だから、あのー、 実際、スパーリングで、そこまで、今回の、その練習で、経験できてなかったから、そのスピードを体感できてなかったから、試合始まって、あの、わ選手と向き合って、訳選手が最初に左ステート打ってきたときに、おー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 おおお早いね、早いね、やっぱり君早いね、という感じだったんですよね。うん。まあこれ、早いな、どうしようかなと思ったんですよ。どうしようかな。僕大体こういつもジャブついて、 こう、先手取るタイプなんですよ。絶対僕は先手取るタイプなの。ジャブついて。うん。なんだけど、ジャブも、やっぱりこう、サウスポーだからさ、前の手に邪魔されて、全然ジャブ当たんない。で、右出すにも、相手も背も高いから、遠い。で、速い。どうしようかなと思って。遠い、速いってきたら、どうしようかなって、ちょっと考えたですよ。1ラウンド、最初の1分ぐらい。 だから最初の1分ぐらい多分僕手出してないと思うんですよね、ほとんど。どうしようかなーってそこで作戦ちょっと考えたんですけど、1分過ぎたぐらいからピンってひらめいたんですよ。あ、これ、俺から手出しても当たんないわと。俺から手出してもスッて逃げられちゃう、スピードが速くて。もう魚みたいに逃げるんですよ。ピッて言ったら、ピッてこう、早いんで。で、そこからシュッてこう、左ストレート差し込んでくるんで、 これはどうすっかなって思った時にパッてひらめいたのが相打ち戦法だったんですよね。分け選手が左ストレートを打つ時に僕が左フックを全部相打ちで合わすっていう作戦だったんですよ。で逆に、えその、何に左に右合わしたりもしたんですけど、基本もう全部、右にしよう左にしよう全部相打ちを狙ったんです。だから、あの、俺ももらう覚悟でいたんですよ。 一発もらうけど一発当てる。全部相打ち。で、これが積み重なった時に、あのー、僕も、そんな KO パンチじゃないけど、あの、パンチないわけじゃないんで、これ積み重なった時に、相手のスピード落ちてきて、チャンスあるんじゃないかなと思って。で、プレッシャーはもうかけ続けるってもう、これ試合前から決めてたんで。これはもう、プレッシャーをかけ続けるっていうのはもう作戦として決めてたんですよ。 だから、今回のスパーリング前もずーっと、プレッシほとんどロープ背負ったことを、あの、スパーでもなかったんじゃないかなと思うんですけど、あの、ずーっとこう、プレッシャーをかけるってことをテーマとして、試合決まってからずーっとやってて、で、今回の試合も、僕が多分ずーっとリングの中央にいたと思うんですよね。だ、なった時に8ラウンドあるから、長いから、 あの、相手も疲れてくれるなっていうのがあったんで、もうじゃあこの相打ち戦法で行こうっていうのが、あの、パンってひめいたのが1ラウンド1分。うん。で、えー、1ラウンド、ええー、でも1ラウンドはまあ相打ちも確かに当たったっすけど、俺左フ左クも当たったっすけど、でもやっぱ、えー、俺のがスピード遅いんで、これはもう、スピードで負けるのはもう、あの、仕方ないっていうのも先あったんで、 もう、あの、序盤にもらうのはしょうがないかなと思って。うん、ちょっと切り替えたっすね。だからもう、1、2、3ぐらいまではポイントを上げようと思ってました。1、2、3上げて、4、5、6、7、8。まあ、これでどうにかしようと思ってたんですよね、俺は。これで倒せればいいし、あのー、まあ、それから全ラウンドしっかり取るか。うん、やっぱ相手が立場上でしょ なんだった時に、じゃあイーブンだった、本当にどっこいだったラウンドって、向こうに持ってかれちゃうのかなっていう不安もあったから、しっかり勝ち切んないといけないな。っていうか、ポイントなんか気にしてちゃいけないな。これは、グローブつけた喧嘩で行こうっていう覚悟は決まってたから。そういう覚悟で今回は臨んだんで、あのー、それが、プラスに出たかもしれないですね。うん。相打ち作戦。 が、だから俺の勝因としては、あの1ラウンド1分過ぎて、俺がスピードで負け選手に負けてるっていうふうに、負けを認めたんですよ。スピードっていう分野での負けを認めたんですよ。あ、これもうスピードでは勝てないな。だったら何,何ができる相打ちだなと思ったんですで、ずっと相打ち、相打ち、相打ち、相打ち繰り返して、で、えー、っと、2ラウンドも、まあ結構もらったんですね、ボディも。 ボディ、ボディ僕、あのー、弱くないんで、全然大丈夫だったんですけど、あのー、ボディもでも結構もう見栄え悪いじゃないですか。うん。だポイントは取られてる。完全にポイント取られてるなと思って、1、2ラウンド。で、3ぐらいから、1、2で、えー、かなりスピードあったんですけど、それがちょっとガグっていいか落ちたんですよ。3で。それが分かったんで、その時に、あ、これは、 このラウンドからチャンスあるぞって思ったっすよね。で、えー、相手のジャブに左フック引っ掛けて、その後に右ストレート、出したパンチでダウン取ったんすかね。はい。で、手応えは、まあ、あったはあったっすね。で、顎先だったし、ポイントが良かったんで、あの、倒れてくれたっすけど、まあまあ、でもまあ、あの、これで、 えっと、1、2取られた分を3でダウン取って、これでチャラにしたなと思って。で、こっから4から8っていうのは、俺これは自、自信あるぞと思って、しったんですよね。で、4が始まって、したら、えっと、あんまり、こう、消極的だったんで、向こうが。普通、ダウン取られたら、聞いてなかったら、ふわーってくるんですよ。ふざけんなこの野郎って。よくさっき、ダウン取ってくれたなって。 ふざけんなこの野郎って来るんだけど、それがなかったんで、あの、普通だったんで、あ、これ効いてんのかなと思ったんですよ。で、左服ちょっと合わしたす。たら、いい具合に入って、したら、あのー、相手の目がちょっとこう、うつろいになったというか、まあ、俺の感覚ではね、俺はそう感じたの。うつろいになって、で、えー、っと、多分向こうがジャブって、 えー、これは映像を見てなんですけど、ジャ,ジャブ打って、俺がジャブ打った時に、手と手が当たったのかなそれで、脱臼したのか分かんないですけど、多分でもそのタイミングだと思います。その直後に痛かったんで。うん。っていうとこっすかね。でも、そ、と、その時は、あの、腕が外れたとか気づかなかったです。うん。 気づかなかなったですね、全くうーんでも本当に何だろうなあの若手選手がうーん、強いか弱いかで言ったら普通に強かったですねうん普通に強かったですなんかあの多分僕もなんか普通にあの、ポイント取ってあの綺麗にボクシングしようと思ったら多分勝てなかったっすよ 僕が綺麗に行って、向こうも綺麗に行ったら、やっぱりスピードあって、左当てるのが向こう上手いんだから、普通になんかポイントアウトされて、俺が倒されることはなくても、ポイントアウトされて終わってたなっていうのは、あったんで、うーん。やっぱそこはさすがだなっていうのは、あったっすね。でも何が違うって覚悟が違ったっす。分け選手と俺では覚悟が違ったっす。この試合にかける。うん。俺はもう、本当に、 あのー、勝負師になってたんで、もうどっかで勝負決める、ポイントはもう鹿としよう、どっかで勝負決めるっていうふうにあの、自分で最初から決めてたす、心もすげえ落ち着いてた、もうあの何、何、赤星の時みたいに、上着くこともなく、あのー何、前回の試合みたいに、もうすごいテンションが低くなることもなく、すげえいいラインできてて。 うん、やっぱり、えー、武士の心っすね。やっぱりメンタル。メンタルが一番大事です、ね、ボクシング。戦うんだったら。うん、本当に、あのー、侍の覚悟で、俺死んでもいいと思って、この試合挑んだんで、本当になんか、あのー、家族もいて、そんなこと言うなよって思うかもしれないですけど、やっぱり、あの、ボクシングって、 やってるやつ、格闘家ってもう今を生きてるんで、本当に今この瞬間に賭けるっていう思いでやってると、もう死んでもいいやってマインドになっちゃうんですよね。本当に賭けるやつって。でも俺は本当今回、あの、生まれて初めて、ボクシングやって初めて、もう命を賭けようと思った。うん。今まで日本タイトルとかもやったけど、そこまでの気持ちにはどうしてもなれなくて、でも今回、なぜか知らないけど、もう死んでもいいから勝ちに行こうっていう風に。 だから、相打ちっていう戦法を取れたなと思うんですね。はい。すいません。ちょっと、なかなかと、あの、喋っちゃいましたけど、本当に、あのー、昨日は、あのー、応援ありがとうございました。改めて、本当に、皆さん、ありがとうございます。えー、ちょっとな、試合終わって、あのー、YouTube の、あの、サイト見たら、登録者が、70人増えてたっす。 いやー、嬉しかったね。本当に。ありがとう。あのー、さっきちょっと、煽ったけど、あのー、インスタとかさ、全然、あのー、アンチの DM、俺は受け付けてるんで、それでお前らのストレス解消になるんだったら全然いいよ。何でも送ってこい。オッケー。はい。ということで、皆さん本当に、昨日は応援ありがとうございましたどうも、中川道でした